皆さんこんにちは。大家好，我是美穂。人間を勉強し、ちが注意し、しんしんしんを勉強します。勉強します是学习的意思，是个动词。嗯，只是个“勉強”的话名词，嗯，学习的名词。然后呢，那加上しんは是边检动词。嗯，你们好好看一下这个“勉強”的汉字。嗯，是勉强的汉字，是不是？ 可是呢，和汉语的勉强的意思完全不一样。嗯，就是这个“勉強します”的意思是学习的意思。嗯，要注意。然后呢，“勉強します的名”的宾语用这个句子的“ O 来表示。嗯，什么什么“を勉強します”就是学习什么什么。好。 那么你们顺便学一下这些科目的名称，嗯，首先你们应该知道科目用日怎么说，是不是？嗯，汉字一样的读音是什么呢？你们读一下，科目科目好，那么我们看一看科目的名称。 D が科目し、チェが、シューシュエ。にめしは。数学が好きですか我不太喜欢。好、那まぜましょうな。うん、はんぜいうん、どいに数学。数学。那么、シュエシー、シューシュエましょう。数学を勉強します。 数学を勉強します。好。那麼、的汉字音楽。音楽を喜欢。那么学习音楽は何ですか音楽は何ですか音楽を勉強します。

うん地理ハ字イアンダー、うん、ド音イチリ。チリ。ナマ、ま、シ学エシディーリー、ゼチリを勉強します。チリを勉強します。好、ジ、うん、ュースウェイ。ジュースイシン学。哲学。哲学 うんなんま学習、哲学を勉強します。哲学を勉強します。生、Y、ま、Y でましょうな。ま、うん、語を言うチェアンシエ。蘭なドゥインシ外国語。外国語。生、ま、学習、Y でましょう。 外国語を勉強します。外国語を勉強します。好、下一個、先物学。うん。漢字、いやー、这样。うんえー、一般口語、口故是うん。这个部分。うん。先物的部分。うん。就是生物。生物就可以了うん。生物を勉強します就可以了 嗯，生物学的话非常非常见识的感觉。嗯，可是你们要记住，好吗？嗯，那么诶，学习、先学、怎么说？学を勉強生物学を勉強します。好，下一个。文学，文学怎么说呢？嗯，汉字一样，读音是。 文学。うん。なま学し、勉強せましょう。文学を勉強します。文学を勉強します。好。ま心理学せましょうな。うん。は字ずいやん。どい心理学。心理学。なま学し、心理学せましょう。 心理学を勉強します。心理学を勉強します。好，下一个是社会学科怎么说？社会学科。嗯，这样学会的汉字就可以了。就是社会。社会。嗯，这个社会是嗯综合的感觉，在呃日本的。 诶，小学、初中,中、高中都学习这个社会。嗯，社会包括一史，还有地的嗯，这些，嗯，包括，嗯，所以呢，很，嗯，综合的感觉。好，那么学习，诶、欸，稍微学一怎么样？社会を勉強します。社会を勉強します。好，社会が、遊園。 语文用日怎么说呢？嗯，这样写，国语的汉字读音是什么呢？国语，国哥，嗯，日本学生哎学习、呃、日语的特点啊，嗯，哎从母语的角度来学习这个语文，嗯，就叫国哥。那么学习语文怎么说呢？ 国語を勉強します。国語を勉強します。好下一个、えー。科学でましょう。科学は半分でいい。Doing is 科学。科学。好生学科学でましょう。科学を勉強します。科学を勉強します。 好，那么化学怎么说？汉字一样的这样写，可是呢读音有一点麻烦。这个也叫科学，嗯，科学也是科学，化学也是科学，所以呢，嗯，你们解释的时候应该说清楚一点内容，不然的话对方不知道到底是哪一个，好吗？好，那么。 えぇ、ー、学習化学、ゼましょうな科学を勉強します。科学を勉強します。好、下一個。うん、ディカ、チェガ、ゼマショうん、漢字一样。なんほ音是ディカ、ディカ、うん。 这个理科、嗯也是和社会一样、そのような理科包括嗯、生物学、生物、はい、嗯是两个科学都包括、そのような科学、そのような科を勉強します。理科を勉強します。 いが科目だの道場で、ドジジュラマ、ドヘンジョンや、お、う、手、んうん、話で、我喜欢的科目、科目、音楽あよ、歴史、地理、うん、外国語、うん、中西あ社会、うん、中西あと、国語、ん <laughs>、国語、何な 好、シェイシェイタージャー、ありがとうございました。バイバーイ。